第3軍団は第2次世界大戦中のドイツ国防軍の部隊である。1934年10月、第3軍団は編成された。ネレトバの戦いと1939年のポーランド侵攻では北方軍集団に所属していた。フランスの戦いでは英軍集団の一員としてアルデンヌに敵計画に沿って激闘した。1941年3月には 自動車化し、第3自動車化軍団に再編成された。軍団は、バルバロッサ作戦のために、南方軍集団に配属された。その後、ブロディの戦い、キエフの戦い、ロストフの戦い、ハリコフ攻防戦、そして、ウーマニの戦いに参加した。1942年6月、第3総合軍団は第3軍団から編成され、英軍集団下の部隊として、 ブラウ作戦を遂行し、コーカサスを占領した。その後、スターリングラードの戦いで、第6軍が壊滅すると、ハルキューに駐留する、ドン軍集団の指揮下に入った。クルスクの戦いでは、第4総甲軍の右翼を支援する、ケンプフ軍主体に所属した。その後、ローランド作戦で、ベルゴラドのドニエプル川沿いに構築されたパンタ、イコール、防防衛線まで退却した。 1944に入ると、コルスン包囲戦に参加し、ソ連軍に包囲されたダイクシー軍団と、ダイホルティチュ軍団の二個軍団を救出した。しかし3月には、カメネツ・ポドリスキー包囲戦にて、第3装甲軍団が所属する、第1装甲軍が包囲されると、司令官ヘルマン・ブライト装甲兵大将は部隊を、ブライト集団に編成した。1944年後期、 第3装甲軍団は、ブダペスト包囲戦のコンラート作戦にて、ハンガリー守備隊と共に戦った。その後、春の目覚め作戦に参加した。第3装甲軍団はオーストリアで米軍に包囲され、1945年5月8日に降伏した。3、アーミーコア、レクシコンデアベアマハと、2010年11月30日、閲覧、ありがとうございます。